はい、経過物の創業を展開しております合同会社もてなし便の椎根翔です。本日はですね、ご契約いただいた藤井さんのインタビューをですね、何回かに分けてお送りしたいと思います。藤井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、藤井さん、年齢をお願いいたします。29歳です。はい、はい、前職もしくは現職をお願いいたします。今現在の介護職の方で働かせていただいております。介護職、はい、とりあえず今月いっぱいみたいな感じですか。そうですね、今月いっぱいで退職して、経過物をやる、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。ということで、藤井さんのインタビューはまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。